はい、どうも、フリークマトです。久しぶりに艦隊攻略戦。あれ、両機の飛行機が表示されない。ガルーダ。なんだ、落ちてる。ん？あー、落ちた。対艦番長とペルネゴのペア。第3か、しょうがない。 D1 向こうにもペルネゴ乗っていこう。接近しつつある敵の機動部隊を全滅させる。だが敵もこちらの艦隊を狙ってくる。攻撃だけでなく護衛にも気を配る。敵艦隊周辺は対艦攻撃が激しい。うわー、やられた。この高さでばらまいてもあんまり効果ないんだよね。高さ落とし。でこの場合は反転してみる。死んで。もう一回上がろう。残り時間あと3分。敵駆逐艦撃破。やった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 。レーダーから今のは避けないといけないな。自分機動部隊のダメージ 50%。 敵機迎撃せよ。敵シューズが沈黙した。よいしょ。若干負けてる。わあ。もうずっとこいつに落とされてる。敵駆逐
まま落ちながら。なくなった。なくなったわ。なくなったか。クーバー落としてくれ。B1 かい。またか。なんでしやろ。また10万クレジットか。整備地区